土踏まずはなぜ必要？シャボン玉石鹸プレゼンツ、はぐはぐ兄弟みんな仲良し、小春ちゃんと春人くん、お姉ちゃんのあやみちゃんです。今回パパとママからこんな質問が。土踏まずにはどういう役割があるのですか？お答えするのは武田スポーツ&ビューティークリニック整形外科の武田康史院長です。足の裏のアーチ状のへこみ、土踏まずは効率よく体重を支え、歩行の際の負担を軽減させています。そもそも歩行前の乳幼児には土踏まずはなく、歩けるようになって3歳から5歳ぐらいの間に徐々に形成されます。ほとんどの場合、成長に伴って10歳から15歳までに自然に土踏まずが形成されます。小児期の扁平足の大半は子供に自覚症状はなく、積極的な治療の必要のないケースが多いです。しかし先天性の病気が原因の場合は、転倒しやすい、歩き始めが遅い、疲れやすいといった症状が生じることもあるので、変形や痛みがあれば整形外科でご相談ください。土踏まずを作るにはどうしたらいいですか？近頃は裸足で遊ぶことが少なくなったり、足指や足の筋力が強化されないことにより、アーチ形成がうまく行われないまま成長してしまう子どもも少なくありません。普段から裸足での生活を心がけたり、砂場や芝生など不安定なところを歩かせたりすると、足の裏に刺激が与えられるのでおすすめです。足指じゃんけんで足の裏の筋肉を鍛えるのも効果的ですよ。また子どもの足に合った靴を履かせることも今後の足の形成のためにとても重要です。土踏まずを作るために外遊びで足をたくさん使うことが大切ですよ。先生ありがとうございました。普段から裸足での生活を心がけます。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DMC ハグハグからご応募ください。